どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン7、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストはですね、池田哲也さんからのリクエストありがとうございます。ヤンキースの田中将大選手をイメージした柵中を作ってくださいということで頑張っていきましょう。ゲームスタート。いやーね、やっぱりこう超本格派投手という感じで作るの結構大変だと思いますが、まあ頑張っていきましょう。柵中と、名前はこれでいい感じだね。よし、おい。で、まあ音声設定はできとで、右投げ右打ち投手、とりあえずオーバースローにしておきましょうかね。じゃあ真ん中あたり、ストップ54で、チームどうしようかな。とりあえず楽天にしておきましょうかね、やっぱり。で、使うのは当然、天才カードですね。天才カードと、どうしようかな。じゃあ、球速強化にしよう。あー、迷うな。変化球強化にすんのもいい気がすんだよな。多分ね、コントロール、スタミナはね、天才カードのおかげでそこそこ赤点上がると思うんですよね。だったら、ちょっと変化球強化、変化球強化の方がいい気がすんだよね。じゃあ、これでいきたいと思います。おっしゃ、ゴー。球速もまあそこそこいくんじゃないかなと思うけどね。どうなんでしょうか。まあ、こればっかりは、運ゲーなんでね。まあ、やっていきましょうか、とりあえずね。まずは、選手。いい、それなりにいい選手を作ること大事ですから。さあ、マップを見た感じですと、悪くはないけど、あ、いきなりこれ、スプリットじゃない。あー、縦スラか。まあまあ、いやいや、十分十分。じゃあやっていきましょう。赤はこれ踏みたくないんだよね。踏んだ先がパネル、シャッフルなのちょっと嫌なんで、こっち行きたいと思います。ほい。おー、ラッてやったやった。無地パネル、お、いいね。これで、また、落ちるスライダーがもう一つ増えましたね。ほい。おー、ムジパネラオが連続で。いいの？大丈夫？ちょっと怖いんだけど、こんなあまりもうまくいくとさ。ちょっと体力温存で戻りましょうかね。で、選手に会えますしね。おい、唐島選手、どうも。緩急か。大事だね、緩急も。一応、コントロールめとこう。で、スタミナがもうこの時点で C と。やめとこう、ゴール。はい。まあちょっと、体力的にもね、最初は温存していきたいと思います。二周変、もうなんか、何種類か変化球欲しいな、どうせやったら。とりあえず、右ちょっと攻めましょうかね。はい。あー、赤パン、青無地か。赤パネル無地だったらいいが。あ、回復、はいはい。あー、まあ、取っちゃえ。はい。3か、微妙。まあいいや、ここは、どうしましょうかね。ちょっとシャッフルしますか。あ、選手は、まず、はい。安楽さん、どうもスタミナアップいいじゃん。はい。シャッフル。僕の友達がね、確かなんか高校が確か、まあ大学の友達なんですけど、なんかこう、安楽選手と一緒だったらしくてね。あー、これはね、ちょっとやる気欲しいんで取りに行きます、これ。はい。ちょっと無駄だったかな、いろいろ。ゴール。まあまあいいや。はい。じゃあ、ステージ3行きましょう。やっぱりやる気あった方が成長するもん。さあ、やっていきたいのですが、どうしようかな。これ、シャッフルした方が面白いな。あー、でもな。赤が左下に集まってるから、これはね、シャッフルしない方がいい。と見た。じゃあ、これはいい絵でこっちだ。はい。まず、宝箱最優先と。はい。何？おー、野球超人でいいね。変化球、これ、変化球。どうだ？あ、ないか、変化球。はい。コントロールいっちゃう。で、お前、回復。よーし、いいね。で、こっちか。はい。あー、やばい！変化球！あー、なくした。あんまり使えなかったな。はい。で、これで。はい。まず、アウト。はい、どうも。スクリュー、あ、クロスファイヤーか。まあ、結果俺、結果俺。で、おいしゃ、帰るとき楽だね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。とりあえず、じゃあちょっとこっちだけ取って、まず回復に行きたいと思います。はい。河合選手、どうも。コントロールやっぱスタミナ上がるんだよね。で、球速とかも欲しいし、どうしようかな。これは、戻りますか。た、これだけ取って、回復しての、こっち戻ります。はい。で、はい。V スラ、5ですね。で、こっちだ。はい。ぐるっと。あー、急速取った方が良かったかな。で、これシャッフルしときます、せっかくなんで。はい。で、どうだ。あー、悪くはないか。どうしよっかな。こっち取っちゃう。はい、急速140キロ。で、直線で帰ろう。このまま。はい。あー、結局急速下がっちった。まあ、いやいや。よしよし。ステージ4、5でかけましょう。新しい変化球も欲しいんでね。いきます。さあ、あ、宝、いいね、いいね。回復もあるし、宝も近いし。よし、じゃあそれでいきましょう。あー、でもこれだ。第二変化球か。だからもう、これでスプリットを覚える可能性もあるんだよね。まあ、それは最悪ちょっとね、宝箱取った後のシャッフルでいきたいと思います。じゃあ、まずこっちだ。はい。で、選手に愛のさらに回復と。何？おー！フォーク変化量アップだね。V スラ6、すごいね。ここまで落ちてくるとは。で、スタミナ、いやー、まあ、スタミナでいいや。はい。で、何？あー、スタミナが？ A と、いいじゃん、A で。ただ、
球速ねえな。いまいちどうもちょっと、うん、球速が150出したいから、あ、いいねいいね、ゴール近くに行きましたね。あー、でもちょっと難しいな。上行こう、はい。スタミナ、で、こっち行きます。はい。で、カレンさん、ロックオンは多分大丈夫、ほい。おーっと、赤パネルが無事、なるほど。で、こっち行きましょう、はい。第二変化球、なんだ来た、スプリット。よーし、待ってました。やっぱりね、田中将大投手作る上で、スプリットは外せないなと思ったんですよ。まあ、他にもいろいろ横変化球、斜め変化球欲しいんですけどね。さあ行きましょう。お、いいね。これなんか矢印、なかなか面白い。じゃあちょっとまずここら辺。球速をがっつり上げておきたいと思います。ここで。150は投げられたいように自体。あー、カレンさん怖いな。ほい。あー、セーフ。よし、選手に合う。ミコライオ。お、いいね。やる気も。お、スタミナ、タイピンチ C。ピンチに強い。まあそうだね。あ、じゃあシャッフル。あー、でもまあなー、難しいな。あ、カレンさん。いやー、これはこっち行こう。はい。あー、しまった。まずい。ちょっとここはね、難しい。もう一回シャッフルしようか、これ。はい。選手に会ってからシャッフル。乗本さん、いいね。コントロールアップでシャッフル。さあ、来い。おーし、宝箱が近くに来た。で、ここだ。ほい。なんだ変化球超人で、新しいの来い。あー。スプリットが4ですね。はい、で、おー、無地パネルが、さあ、回復、こっちか。はい、やる気上げて、来い。コントロールアップで、ほい。やばい耐えろ、耐えろ、耐えろ。まだだ、あ、大丈夫、大丈夫。いける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 。で、ここなんだよな。回復するから最悪いいんだよな。で、1、2、3、あ、ちょっと、こっちとちゃう。スタミナ、はい、スタミナ SS で、あ、まずい大丈夫か、カレンさん、ちょっと気をつけよう。ほい、あ、大丈夫か、多分。悪魔か、ちょっとわからんな。8アップ、よし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 。これぐらい時間稼ぎすれば大丈夫だと思うんだけどな。はい、コントロールアップの、で、急速負けて、どうだ ?146 か、もうちょっとあった方がいいもんね。カードなんもなしか。こんなに回復して、あー、まずい、あ、あ、よかった、あぶねえあぶねえ、いや、よかった、カットしちゃいましたけど、焦って。いや、助かった助かった。これはどこに来る、12ですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、いきましょう。はい、近く来てくれ。あー、ワンチャンあるか。で、8回残り。1、2、3、4、5、6、7、8だな。ほい、あ、ダメだ。もう終わりだ。帰ります。これは。こう、で、あい、あー、まあ、しゃあないな。会いたかったな、できれば。急速上げたかったんですけど。まあ、こればっかりは仕方がないかな。はい。またね。我らが野球マンと。で、ゴールと。まあ、田中将大、もうちょっと変化球欲しかったな。本格派っちゃ本格派だけどさ。やっぱ球速か。思ったより伸びなかったな。天才カード使えば150キロはいくと思ったんですけどね。まあ、一応完成させていただきます。まあ、登板タイプは当然先発でしょうね。で、顔ワンプロフィール、まあ、とりあえずこんな感じで、OK ですと。いやー、まあ、でも、緩急、クロスファイアは割といけんじゃないかな。だ、クロスファイアあんま関係ないか。いやー、しかし、変化球か。ちょっと、横がなかったのは、横斜めがないのはきついですね。まあでも使い方によっちゃそこそこ頑張ってくれるんじゃないかなと思うんですけども、一応完成とさせていただきました。じゃあちょっとアップロードしておきましょう。よいしょと。はい、番号こちらになりますので、ぜひよろしければダウンロードの方のよろしくお願いいたします。それではまた、別シリーズじゃない、次の動画で会いましょう。うかでした。またね。優勝、あと一人で優勝、あと一人で優勝、頑張れ、頑張るんだ。戸川、もう期待してるから、みんな、もうこれで、決まるから。頑張れ頑張れ、よし、いいぞ、いいよ、いいよ、よし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 、取れ取れ、よっしゃー、来たーやったーやったやったやった、来ました、皆さん来た、皆さん来た、よっしゃーやったー、最後の最後決めたよー。